10代のうちに一番すべきことは何ですか？友達を作ることじゃないかな。あの、年取っても友達は作れるんですよ。まあ、あの22以降でも。ただ、あの年取ってきた友達って、あの仕事絡めちゃうんですよね。要はそのまあ、普通にみんな仕事してるので仕事で役に立つ人と友達になったりとか、ある程度友達が優秀だと仕事に絡めたくなっちゃうんですよね。で、あのなので結局ある程度仕事の能力のある人ばかり友達になっちゃうんですよ。で、その仕事する能力のないクソ野郎っていうのが出会う機会がほとんどなくなっちゃうんですよ。要はその普通に仕事してる中で出会う人と出会うので、それなりに仕事できる人とかがやっぱり会う人に多いんですよ。なのでその仕事とか全然できないっすっていうクソ野郎って、そのある程度普通に働くようになるとなかなか出会えなくなっちゃうんですよ。で、しかもそのじゃあ仕事できないクソ野郎と仕事できるなんか仲良くなったらちょっといろいろ得するかもって人があったら、普通仲良くなったらいろいろ得するかもっていう人と時間使っちゃうじゃないですか。なのでそのクソ野郎と出会ってクソ野郎と時間を使うっていうのってほとんどなくなっちゃうんですよ。で、僕の知り合いにあのひげわりさんっていう性格の悪いあの死んだ魚の目をしているデブのおっさんがいるんですけど、僕が出会ったのは彼がと僕が学生の時なんですよ。なので、あのどんなクソ野郎だったとしても、あの特にその仕事で役に立つとかって考えたこともなかったんですよ。仕事しなかったから。だからクソ野郎だなとは思ってたんですけど、まあまあそれなりにこう関係を築いてしまったっていう。なのでその10代の時にやるとしたら、多分そのクソ野郎の友達が作れるの最後の機会なんで、はい、あのひげおやじさんみたいな友達を見つけてください。あのなんだろうね、人間ってこんなにクズなんだとか、あの人間って期待しちゃいけないんだとか、そのなんかね、その人類に対してのね、見る目が変わるよね。なんかその仕事をしてるとさ、そのみんな真っ当な人しかいないじゃん、社会人って。やっぱその何らかしらのパフォーマンスを出して給料もらうとか、その人に期待されてその結果を出すみたいなのを社会人はやりがちなんですよ。でもあのそれが全くできない、やる気もない、なぜなら自分はクソですからみたいな、ひげわりさんみたいな人って世の中にでも一定の割合でいるんですよ。ただでも社会で働くとなかなか見ることができないので、なのでもし10代であればひげわりさんを探してみてください。